はい、えー、こんにちは。先ほどはね、えー、200名到達ということで、えー、お祝いの言葉、5人の方からいただきました。ありがとうございます。えー、具体的には、技術箱さん、テレ子さん、えー、クランカーさん、で柴田敏さん、で大橋和樹さんね、ありがとうございます。まあ、今後もね、まあこうやって小規模ながらね、ね、えー、今こんな状況なんで、前に向かいつつですね、まあ、真面目にやっていくと。 はい。真面目にやっていくと。まあ、ビジネス系ってってもいろんな多分、ジャンル、経路っていうのがあると思います。私の場合はですね、この小規模で、まあ、いかに大きなことができるかっていうところを、まあ、ささやかながらに、えー、チャレンジし、でそこで、えー、思いついたこととかあ、感じたこととかね、そういうのをこう、綴っていくと。綴るというか、まあ、発信していく、喋るというね。はい、えー。そんな感じでやっていきますんで、今後もよろしくお願いします。はい。えー、で、今日のテーマですね、またちょっとクソ真面目な。 テーマですが、SEO 対策しなくても商品は売れるのかというテーマでお話したいと思います。はい。私が、まあ、独立して開業届を出し、で3年前にね、そのインターネットのショップをまあ開いたと、えー。このタイミングでですね、結構ね、多くの電話がかかってきました。それは何かというと、SEO の対策会社ですね。 から電話とか。まあメールとかねまあ。特にやっぱ電話が多かったですね。はい、かかってきました。でその業者さん曰く。まあその非リンク非リンクって分かりますかね？火ってあの被疑者の日で。 ですね、で結局私のショップサイトの URL っていうのを、まあ、その人為的にですねその対策会社が持ってる人為的なあまあそのサーバーか分かんないけどアカウントでこう全部こうリンクを作ってもらってでそのリンクが増えれば増えるほど、えー、まあアルゴリズム的にその検索上位に行くと。 つまり、そのヤフーとかグーグルで、その検索ワード、私だったらジンバルとかね、検索したときに、それが上位に行くか否かっていうところで、やっぱりその非リンクをいっぱい持っておくということが必要だというので、まあ、私、最初、お試しでやってみようかなということで、月1000円だか2000円だか、安いやつで、はい、あの試してやってみました。で、今はね、やってないです。はい。で、結局ね、今私思うのは、この SEO 対策っていうのは、そんなに力入れなくても大丈夫だと。 思っておりますなぜならやっぱりこうやって情報発信してるから、うん、情報発信して、まあ、その数字がどうなのかっていうのはちょっとさておき情報発信っていうのは無料で毎日できるし何、まあ、な,なら毎,毎日5本とか6本とかね、まあ、投稿ポストができる、はい、でその数字が、まあ、多いのかどうかっていうのはちょっとさておきですね、はい、情報発信できるっていうのがやっぱり強みであるということとあともう一つあって まあ私ジンバルというね映像機器を売ってます映像関連機器を売ってますこれっていうのは結局ねあのまあ今までの経験で思うのはあの使い方がどうとかまあそのえ性能がどうとかっていう説明ももちろん大事なんですけど一番やっぱりね購入の手がかり最後背中をお客さんの背中を押してくれるのは何かっていうとやっぱり作品なんですよきれいなものそれでやっぱりきれいなものを撮ってでその まあ、あの作品がお客さんの目に触れた時に、まあ、その商品がまあ強烈に欲しい猛烈にに欲欲ししいい思うわけですね、はいまあ、カメラレンズとかカメラっていうのはまたちょっと違うのかもしれませんが、まあ、特にねこのジンバルっていうのはやっぱりそのボディを買って眺めるとかっていう要素その何て言うのかなこう外観に惚れてとかっていうのはもうあんまりなくてねあんまりなくてやっぱり、まあ、あくまでも道具。 ツールとしての位置づけの方が多分色が強いと思います。 はい。ですので、まあ、例えばそのライカのカメラとか、えー、ズミクロンのなんかレンズを買ってでまあ、あんまり撮らないんだけど、やっぱりまあ飾っておくとかね。まあ、眺めてこう。楽しむとか、そういう要素ってジンバルに少ないと思うんですよ。ジンバルでやっぱり求められるのは結果だと思うんですね。それでどういう結果が得られたのかっていうのがすごい大事だと思うんですよ。だから映像作品っていうのはものすごく。やっぱりインパクトが強いし、そこであすごい。 感動とかってなると、そこからやっぱりたどってうちのショップに来ていただけるんですね。はい。ですので今までね、購入のお客さんにやっぱ話聞くと、ほぼほぼ大半の方が私のその YouTube 動画なり映像作品っていうのを見ていただいてます。はい。ですので結局。 えー、例えばその映像作品も何もその示すようなリザルトがなくて情報だけを詰め込んでこれがこうですよあれですよって情報だけを詰め込んでそれを発信しても、まあ、決定的なその背中押しにはやっぱりなりにくいのかなということを思っております。はいまあ、例えばねねパイロットフラーアドベンチャーって、ね まあ最近はちょっとね、売りがもうだいぶ落ちてしまいました。なぜならそのモザイアクロス2というジンバルが今めちゃくちゃ売れてるんで、はいまあ、そっちの方が価格安いんでね。ただ、えっと、私2年前だったかな。 京都に行って京都の映像作品を撮った時、まあ、あの動画がたまたま今何十万回かな、まあ、とにかくまあ多く再生、えー、されましたその時にやっぱりね、まあ、そこで影響を受けてとかね、まあ、そういうのでジンバルの購入にかなり寄与したんじゃないかなっていうふうに思いますですのでやっぱりねまあ,あの一番真っ当な姿ですし非リンクっていう数を人為的にいっぱい増やして人工的に検索上位に上げると でまあ、もしね、それでね、お金の力で、お金の力で検索上位で上がったとしてもですね、まあ、結局、えー、その購入を迷われているユーザーさんっていうのは、その上位のところからもちろん見ていく。見ていくけど、最終的にじゃあ、運満する商品なんでね、それをやっぱり後押しする何かっていうのが必要なわけですよ。 その何かっていう強烈な部分強烈な部分がないことには結局上位にポジショニングしても一緒だと思うんですよ、うんまあ、特に高額になればなるほどね、はい、ですので、まあ、日頃やっぱり、まあ、うちとしては、まあ、ジンバルのメンテナンスの方法とか、まあ、細かいところをいっぱい情報を散りばめておいてかつですねかつやっぱり人の心を動かすような作品みたいなものをこう出していくと はい。この方法がですね、まあ、何よりもその、水 o 対策何よりも、え、勝るんじゃないかなって、私は、え、信じてやっております。はい。ですので、まあ、情報発信はね、小出しにして、え、まあ、なるべく多く発信していきつつも、まあ、人を何か感動させる要素っていうのを、ちゃんとアウトプットしてるのかっていうところね。はい。え、ここをやっておけばですね、<laughs> まあ、あとはですね、えー、検索上位化をわざわざ、こう、非リンクうんぬんとかで、あれやこれや、その、グーグルのアルゴリズムとかね、そういうのを、こう、解析しなくても、業者さんにお願いしなくても、まあ、言ったらね、えー、まあ、ジンバルが売れてくるじゃないですか。売れた、その、売上金で、ね、広告料支払って、もう広告売っちゃった方がいい。うん。もう、ややこしい、その、SEO とかに、あの、頭を悩まされるよりも、もう、お金払って、あの、広告、 ヤフーとかその検索広告とかディスプレイ広告ってありますけどそういったものに月いくらって決めてねで払ってでそこでもう流入うん流れを汲み取るうんそしたらうちのショップページの中にもちろん作品のリンクとかね何かこう決定的な購入をえ何後押しするようなそういうものがあって。 で、そこで誘導して、で、また商品ページに戻ってきてもらって、えー、買ってもらうという形をとっております。はい。ですので、まあ、私が、まあ、今まで経験したところ、まあ、パイロットフライにしろ、その合戦にしろ、えー、フィールワールドはね、私ね、そんなに宣伝してないんですけどね。うん。で、検索の上位も取ってるわけじゃないのに、え、なんで売れるのかなって、ちょっと不思議なんですけどね、フィールワールドについてはね。 うん、ちょっとフィールワールドもね、試験的にあの広告打ってみようかなと思います。ただね、その検索上位のためにその SEO の対策会社にお金を払ったり、ね、何万とかって払ったりするのは、ねまあ、例えば私がね、YouTube とか全く情報発信してない人だったら、まあ効果はあるかもしれない。だってゼロだから。 何も発信しててなないいってことはゼロじゃないですか、うん、でそれよりはまあ当然ね上のステージに行けるかもしれないけどまあ日頃こういうことやってるんだから、まあ、こういう努力を積んでるわけだから、うん、そういう会社にお金を持っていかれることはないと思うんですよ。はい、だかららやるとしたら ねえー、検索エンジンに、まあ、一定額のねそんなに大きくは書けないけど一定額の広告、えー、費を支払うってこととあとは人を感動させる最終的に運満するっていう商品を買ってもらうための動機づけとなる何か、えー、美しいもの人の感動させるものね、えー、そういうものを私は、まあ、業者としてね一業者としてそういうこともできるって思ってるから。 はい他にねレビューアーさんとか業者さんとかいらっしゃいますわんさかいるよまあ言ったらさライバルがいっぱいいるわけですよで、ね、その業界の中にねみんなやっぱ業者さんっていうのはいっぱい売りたいわけですからいっぱい売れば儲かるからお金が儲かるからお金儲かることにはやっぱりガンガンリソース突っ込むでしょ、うん、だからまあ上位化したりとかいろんなことやるよねだけど結局のところそのコアの部分ですね はいまあ、そこの、えー、人を感動させるような作品っていうのをちゃんと、えー、自らそれを出せるかっていうところが、まあ、うちの YS イメージの、まあ、一つの,あの方針というかね、はいまあ、あの売り物だと思ってますんで、はい、ですので、まあ、そこについては私業者さんに負ける気がしないんで、まあ、だから <laughs>、まあ、そのメーカーさんとかにたまにね うんまあ、うちの業績っていうのは他の業者さんと比べてどうですかって聞くんですけど、いや、すごくやっぱりあの頑張ってもらってます。いいですというふうにあの返事いただきます。パイロットフライでも合戦でも一緒です。はい。ですので、やっぱりね、そこっていうのはまあ結局、うん、購入のその裏付けとなるまあ人の心を動かすっていうところ、ここができてるかどうかっていうところ、これって会社レベルでね、組織があって、 で,まあ、勝者でなりなんなりり、ねうんね会社がそういういことをやるって結構難しいと思うんですよやっぱり、まあ、こういうイメージングっていうのは一個人の一人の人間のまあ言ったらまあアーティスト、ね、魂の叫びじゃないけど、はいまあ、創作物である、うん、でそういうものをもってして初めて人の心を動かしで人の購買意欲をかきたてるものかなって私は思っています。 はい、ですのでまああのそういう業者さん大手の業者さんとか法人に、えー、こういうまあ私も会社になりましたけどまあでも言っても動かしてんのは私経営してんのは私個人、まあ、嫁もやってるもののやっぱ個人じゃないですかはい個人がまあ組織の法人に打ち勝つために何が必要なのかっていうところね SEO にお金かけるのかって言ったらそんな必要はないと思います。 思いますし、えー、まあ広告は最低限はまあやったらいいと思いますが、まあ、それでもう簡単にお金払ったらあの検索上位ってとこはいきますからね、まあ、もちろん広告のあのー、何ですか広告表示の部分はクリックしないっていう人も中にはいますけどいやみんながみんな100人が100人広告クリックしないのかって言ったらそんなことないですしはい。 だから、もう、あの、むやみにね、その SEO で上に上げるためにどうしよう、こうしようって四角くする必要はないということ。それよりも、やっぱりクリエイティブなことをどんどんやっていく。で、そして人の心を動かしていくってこと。あと、情報というのは、ま、あまめにやっぱり発信していくっていうこと。これに勝るものはないのかなって思います。本当に、あの、個人であれ、法人に打ち勝てるとうんいうことを私経験上思っております。 はい、今でもね、まあ、この、まあ、パイロットライフ含めて、まあ、今だったら特にね、まあ、モザのジンバルとかフィールワールドとか、まあ、やっぱりですね、小出しにやっぱり、えーまあ、情報発信しつつ、えーまあ、人の心を動かし買っていただくというね、このサイクルっていうのを、まあ、今後もやっていきたいと思います。はいですので、まあ、結論的にはですね、SEO 対策。 はいあんまりね、頭を悩ます必要はないと思います、ね。Google のアルゴリズムが変わったから、もう売り上げがガタベリしてしまったとか、なんか嫌じゃないですか、それ。の Google のさ、裁量次第によってね、ねこう大きく動いてしまうって。うん。ね、その売り上げのアップダウンの鍵をね、ねよそに握られてるみたいな感じがして。それも嫌じゃないですか。はい。 なので、まあそういうことはね、心配しなくてもやっていけるんだよっていうね、まあそういうお話をさせていただきました。個人でも全然法人に勝てるから。はい。えー、ということで、ぜひね、参考にしていただけたらと思います。はい。えー、この動画が良ければですね、えー、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。